ロバート・エイ・アイガーは、ウォルト・ディズニー・カンパニーの取締役、会長兼会長である。愛称は、ボブ・アイガー。2020年2月25日より2021年12月末までの期限付きで取締役会長に就任した。ニューヨーク市のユダヤ系の家庭に生まれる。1973年、イサカ大学卒業。1974年、 アメリカンブロードキャスティングカンパニー入社。ウォルトディズニーカンパニー社就任後、アイガーは2006年にピクサーアニメーションスタジオを買収し、2009年にはマーベルコミックを、2012年にはルーカスフィルムを買収、2018年には20世紀スタジオを買収し、ウォルトディズニーカンパニーの子会社とした。2005年10月よりマイケル・アイズナーの公認として、 ウォルト・ディズニー・カンパニーの CEO であったが、2020年2月25日に即時退任し、エグゼクティブ・チェアマンに就任した。2011年11月より2019年9月10日までは、アップルの取締役も兼任していた。2017年にドナルド・トランプ大統領の下で、大統領戦略政策フォーラムのメンバーだったが、トランプがパリ協定離脱を表明したため、 6月に辞任した。ありがとうございます。